子ちゃんがね、いよいよ今年はなんかどん詰まりきていい年になりそうな予感です。もうあの歌い手始まってあのずいぶん長いこと歌い手やってますけど、そうそう長い、初めてです。こんな素敵な賞いただいてとっても嬉しいです。そうね、それこれ 最優秀あるいはレコード大賞になればですよ。これは誰に教えよう。お母さん。お母さん、さあさあさあ、ニコちゃんと呼ぶか。はいと答えた。それもすぐこの間のように思いましたが、こんな大人になり、こんな綺麗になりました。歌謡曲を歌いました。そしてヒットいたしました。つぼみが時間をかけて花開くという感じでございます。ニコちゃんと広田理恵子に人形の家をお持ちいただきました。顔も見たくないほどあなたに嫌われない、愛が消えた今も埃にまみれた人形を見たい。愛されて捨てられて忘れられた部屋の片隅、私はあなたに命を預けた。泣き濡れる部屋の片隅。